この間の、じゃあ反省会の話に戻すと、やっぱ鶴瓶田君、鶴瓶田教授ね、うん、鶴瓶田君、鶴瓶田教授はもうちょっとね、改めてこうレクエストというかね、うん、その体験談を吐かせて、そうそう、鶴瓶田君はもう生い立ちからして、生い立ちですよ、うん、パパからですよ、そう、国際指名手配なんですよ、パパゲーノですよ、パパゲーノ、バグダンマルですよ、パパと会ったって話、うん、パパが、そうそう、パパが今ね、ケジランパサラって言われてる、なんか、南の方の、そうそう、南の方教えて、そのサイト教えてもらって、結構真面目に研究したね。この人確か、爆弾に仕掛けたね、この人って言って。まあ、レッド、ザ・レッド。レッドですからね。レッドマンですからね。いやいや、もうね、まあ、名前、本まで、もう、ちょっと解明して、もうそこら辺、生い立ちの分からない。なんか、そうそう。別の女性となんか、ご結婚なされてるんですね、ご家庭を築いてるっていう、なんか。ああ、まあ、パパを応援する人いっぱいいるから、つって。うん。でもね。で、なんか、一回だけ、ね。そう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 。まあ、子供の頃って、うん、あって信州の方でしたっけ、そう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 、花です、その花でが幽霊屋敷、そうそうそう、いやあそこね、親の代からそういうとこばっかりに、だからパパが逃げ回ってる時に一緒についてって山のコテージみたいなところで幽霊の大群に襲われて大変だったみたいな話もされ大群に襲われるんだ、だからもう DNA からしてそういう襲われるということ筋なんですよ、ね、彼と彼の友達の、あ、はい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 、ねえ、なんだっけ名前、彼の死んだ友達、はいはい、なんだっけ、綾之助じゃねえ、綾之助じゃなくて何でしたっけ、なんとか君、ねえ、僕はね、その彼の縁で彼と知り合った、あ、そっちの方ですよ、まあ死んだ後だよ、で彼が僕の本をの、その死んだ彼がね、あ、ほう、ねえ、 G.P. ライモンのそっちの方、ね、でそれの愛読者だったということで、うん、でまあ、生前なんか、まあ、面白い、読め読めって言われて、鶴瓶田君自体がうざいなっていうか、むしろ嫌いでしたって言われて、うざいから、その辺の友達関係もなかなか微妙だな、俺、付き合ってたら、知り合って5年ぐらい、昔は嫌いでしたって、なんでわざわざ毎回言うだろうとか、うん、だったけどね。でもまあ彼が、まあ、死後会いたいということで、まあ、ミクシーを通じて知り合ったんですよ、ね、えその時にどうも連れてきたらしくてああ、なるほど、うん、まあ、読者であったというかファンであったら、そう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 、でその時にいきなりそういう話をされて、死んだ友達も一緒にいますみたいな、ここにみたいな、ここにいますって言って、あ、そうなのって言って、いやもう今笑ってますみたいな、え、なんかできんのみたいな話になれたんですけどね、ねえ、まあ、じゃあじゃあってここ置くじゃないですか、うん、ねえ、じゃあなんかポルターガイスト的なことできるのかって言って、こう、まあ、割り箸というかお手元の箸袋、はい、大きいで、まあ、こうもっと落ちる、お、なるほどなるほど、うん、え、何なんかプリミティブな、なんかそう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 、いやいや本当に何か起こせるんであればって言って、でまたこう乗せ、うん、でまたこう畑にポロッと落ちる、お、じゃあ風じゃないよねと、うんうんうん、いう話をされ、ちょっとこう両方向から行ってみようみたいな感じになって、うん、じゃあ8方からやってみたら、うん、彼が疲れたんですよ幽霊でも疲れる、うん、それもまたリアルといえばリアルあ、やっぱりポルターガイスト肉体のライブだけ、ズームだけ
そう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 。でも体力がないみたいな。そうそう。でも彼のその千葉の友達、のその語る死後の世界っていうのがやっぱり、同じ意味があってね。一番だから、まあ、彼 の, その友達、まあ、彼に A 君としましょう、その鶴村君の友達の A 君が、まあ、自殺して、で、まあ、その鶴村君にバケ出た、バケ出た、そうそうそう、でも彼は子供の頃から A にこう接してるから、ああ、その辺はもう、まあ、せっかくだからって成仏するまで、まあ、いろいろ聞かせてよみたいな、ああ付き合ってあげるよ、うん、で、その死んだ友達が、まあ、その後、お盆になるとカーナビを操作して鶴ペタ君、車の、お盆になると乗ってる車の、乗ってる車のそのカーナビが狂って、その彼の墓場に行くそれ、あの、まあ、ナビインビテーションで、ね、でもね、それね、結構あるって話で、ね、うん、はいはいはい、西浦さんもそういうのはあるんですよ、ね、カーナビありそうだよね、うん、だってカーナビってあの時々変なの、本当になんかあるよね、変なところでなんでこっちっていう、そうそうそう、まあよくね、あの墓地に誘導されるカーナビっていうのが結構聞くんですけど、だ西浦さんを助手席に乗せるとカーナビは来るって言ってですねそれは2つありますね、超能力者的に何かが走ってるのか、何かついてるか、 GPS を来るわけですよねでもね、あの、まあ、一回一緒にね、春菜さんに行ったんですよ、群馬の春菜、はいはい、あれですよ、何ですか、シャドウマンの、ああ、なんかこう見たっていう、なんかそうそうそう、バスの J の時見たと、はい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 、で板の位置に、なんか一緒に行きましょうって話されて、うん、じゃあって言って、まあ2台で行ったのね、はい、で最初は俺の車に乗せて助手席で行ったんですよ、はい、うん、その時ね、彼が乗るともう300m ぐらいずれるので、それが来るんで、あんまり来るからもう頭きちゃって降りろって言ってで そこのね、でもう一台乗せたんですよ、ああちょっと、うん、そしたらね、あのあれですよ、あの ECT の改札が開かなくなったって言って、は西村パワーで、ちょっと激突するじゃん、そうそう、それでやっぱ降りろって話じゃなくて、こう、ね、ピンポンのようにこう入れ替えですね、すごい苦労したっていう話が、西浦さんに何かあるって、西浦さんの能力というよりは西浦さんについてるもの、何かがやっぱこう千年続く呪いのね、あ、受け継がれてる、そうそうそう、秘伝のあのソファミルクからね、あ、そんなの、もうあれですね、伝統ですね、が彼のファルク1500年の伝統ですみたいな、そうなんですよ、ずっとね、あの父が途絶える家系って言って呪われてんだ、毎回こう、そうそう、子孫が死、子供が死んじゃって、いる、まあ、当初の、はあ、って、絶対2代続かないんですね、1500年間、で、まあ、まあ、結果彼は、まあ、今も因果が商売っつうのは変だけど、まあ、階段、リアル作家ですかね、まあ、まあ、大丈夫、置いといて、はい、でその、まあ、彼が死んだ A 君の、まあ、A 君のすごいところは、ずっとね、彼といまだに死後もずっとこう、まあ、こう死後ライフを語っているところです。今ね、死後ライフ、彼の死後ライフ、ライフアフターデスってやつですか。いやもう死んだ後、だから死んだ後こうなる、まあ、話をね、はい、まあまあ、死んだ直後はこういうことになって、はいはいはい、こういう状態で、でやってやっとこうなってって言って、でそれが何ができるのって死んだ後みたいな、ね、いるってことですか、だから成仏したりどっかの世界行くんじゃなくて、ここにいる、この
同じこう3次元空間を共有して、そこにいる、そうそう、同じだからチャンネルとか周波数の更新できる立場にいて、今自分はこういう状態で死んだと、ね、ちょっと自爆霊的な、なんかここに留まってます、地上に留まってますみたいな、そう、その自爆霊っていうことで面白かった話が、その彼曰くね、A 君が、うん、曰く死んだら生前行った場所しか行けないっていうことを言われたんですよ。それはね、死ぬまでに、はいはい、まあ、生まれてからか、まあ、死ぬまでの過去、うん、行ったことある場所までは見える、見える、うん、でそこから行ったことないとこ行くと真っ暗になる。例えば海外旅行したことがない人は日本だけ、海外のところは分からない、真っ暗。そうそうそう。でその A 君が名古屋までは行ったことあるから、あ、大阪に行ってみたと、はいはいはい、行ってみたと。新幹線、新幹線、新幹線乗り、新幹線乗って、新幹線乗ってんだ、乗る、乗交通機関なんだそれは。まあそこは、ね、そう、テレポーテーションとかじゃなくて、新幹線乗って行ったと。別にてっちゃんだからとかそういうわけじゃなくて、まあ、まあ、彼はまた別の聖域があるんだが、うんうん、それは交流するとして、うん、でそこにまあ乗って名古屋からサビに行ってみたと、はいはい、で新幹線降りた瞬間、ゲームでいうマップのデータがないみたいな状態になる。新幹線の中は OK だった？ OK。 新幹線の新大阪の駅、そうそうそう、で降りた瞬間何もなかったって言って、で結局その乗った新幹線がまた戻ってくるまでずっとそこに居続けた。まあホームらしいと思う。何も、そうそうそう。でまあ行ったところ、名古屋までは、名古屋ホームにまではこうやっぱり視界は開けて、だから例えば通学路あるじゃないですか、はい、で行った方、生まれて行ったこともない場所に行くと、だから同じことに、同じ町であっても行ったことのない、例えば食堂だとかレストランだとか、なんかそういうふうな会社、そう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 、行ったことないとこはずっとそのデータがないというか、ゲームっぽい意見だけど、ああ、じゃあ自爆霊ってそういうことなのかなとか。だから結局、だからとどまり、あ、見えないからとどまるしかないというか。おお。うん。まあ彼のその彼のチャンネルとか彼の世界観の、だからだけど、そこは割と面白くて、生前までのデータしかないんだ。おお。それってなんか拡張されていくのかね。なんかちょっといいことしたりとか修行したりとかこう。でもね、でも死後の後のその会話が成立してる時点で新しいことをやってる。あの結婚、まあまあ、あの二次元の彼女と結婚したりとか。は？またなんかそのこっちの方の概念を拡張しなくちゃいけないなんか世界。いやいやいや、その二次元の彼女。神社あるじゃないですか、あの、なんですか、あの、なんですか、未婚で死んだ人のために。絵に描いた、ああ、ムサカリエマね。そうそう、それあの浄土真宗のあれですね、東北なんかありますムサカリエマ。でそれをまあその A 君が知ったらしくて、鶴瓶田君に、まあ、こういうとこあるからなんかアニメのなんとかだと結婚したい。何言ってんの。それアニメやん。まあまあ別に死んだ人でもないしないけど、まあまあそこでまあまあ、あの会やってもらって、俺なんとかと結婚できたんですって喜んでるっていうんです。まあそれで本人が納得したりとか幸せになるんだけど、うん、まあ、でもそれをもって成仏と言うならば、これほどね、これ何、はい、いい話、いい話なんですよ。じゃあそれなんで知ったのって言ったら、ネットで知ったっていう。死んだ後もだから検索できるんだ。それはね、聞くんだよな。この死後の世界、向こうの世界なんかね、同じらしいんだ。あるあるある。だって、そうだよ。まあ2チャンネルの有名な、まあ、スレッドで幽霊だけど質問あるっていう有名なスレッドがあるんですよ、うん、今でもログが残っている。それはまあ、まあ、何かの理由で死んだ人が、まあ、俺幽霊だけどって言って、はいはいはい、ずっとそれね、あのみんな野次馬がこういろいろ聞いて死んだらどうなのみたいな話をして、ちゃんと丁寧に答えるんですけど、
じゃあお前ジョン・タイターみたいなもんですね。そうそう、でもね面白かったその IP アドレス探してみって言って、うん、でまあ節穴っていうですね、うん、自分のその今、まあ、書き込んでるプロバイダーなりこうやってアドレスを書き込むなんていうのがなかったんですよ IP アドレス、うん、ねえ、そこで一気に信憑性が、それができるのは管理人かあとスノーデンかっていう、そうそう、いやもうそれができるのは本当にもう すご腕のハッカーなり、うん、管理人か本当にどれかのどれかしかないって言って、あとブルーマッキントッシュだな、あブルーマッキントッシュかまあバックドアからね、うん、しゃべってまあまあなんかな、うん、っていうのが言ってることとその A 君が言ってることはかなり近かった。死んだ直後の、まあ何ですかその他の幽霊どう見えるのみたいな話とかね、その例えばその昔の 何百年とかずっと前のヨーロッパチェムシャー見たら、はいはいはい、解像度が違うとか、解像度、うん、情報が劣化してる中、まあ何か合わないって言って焦点、へ、同じ揺れ同士でもこうコミュニケーション取れるやつ取れないやつがいると、まだこの見た目が 500kb なんで、そう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 300dpi だからとか、そう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 だからぼやぼやであるとかね。でもねそのなんか分かんないの、昔なんかその幽霊は風化するっていうね、うん、俺コリー・メイルさんなんてもねこういうのテーマにしてなんか書いてたけど、古くなるとなんかこう、まあ、古くなると、うん、なんかそういう話はなんか聞いたことある。まあ情報というのは劣化するものですから、エントロピー増大です。そう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 、まあずっとね何もなくずっと残るものなんかないじゃないですか、うん、そういう意味では物理現象として幽霊というものも、まあ、まあ解釈できるんじゃないかと、一個の情報体として、うん、まあ、そういう意味ではそこに更新できる情報とできない情報がある、書き込めるデータと書き込めない領域の本にして言うんだ、アプリが古いとか何かこうソフトが古いとかっていう、そうそうそう、だから死ぬまでにとか生前書き込めるデータと死んだ後でも書けるデータというのがあるんではないかというですね、ちょっとまあ芸名屋さんだからね、そういうふうにだから ロジカルに捉えがちですけど、でもそこは結構腑に落ちて、でそこを今でもまあ、ずっとコミュニケーションとってもスルペタグって非常に稀有な、まあ、そうじゃないですか。でその A 君今何してるのって言ったら、なんか小学校の女子便所に、はい、自爆霊としているみたいな、自爆霊って浮遊霊か、うん、ちょっと待って、そうです、小学校いやもともとリアルセドだからね、はい、うん、ちょっと待ってということは、うん、生前にそのトイレに忍び込んだ経験があるということですか。まあ、そういうことになります、秘訣としては、うん、だからそこの小学校はだから便所まで行ったということになるということですよね、うん、そう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 、そういうことですね、犯罪者ですね、うん、まあでももう検挙するわけにいかないです、もう逮捕できないですからね、まあそこはね、まあ、死んだ後ですからどうにもならないですけど、まあまあまあ、なるほどねっていうか、いやその辺で、ね、だから鶴瓶君もなんか今度本を出すらしいってことを書いてもらって、最終その A 君の話手記やりとかしてどこまで乗るのかなっていうですね、その後楽しみです、まあそこは絶対カットされるだろうなって、その彼まだまだこうね、かかね明かされてないとか、まあ、リアルペド彼もリアルペドだからね、記憶なんですかね、記憶と密接に結びついてると思うけど、うん、だからそれなら見たまわけも分かるし、だからそれですよ、なんかその記憶データっていうことになれば、うん、まあ変な話、ね、コピペもできれば、うん、ね、複製もできる、も可能だし改ざんもできるじゃないですか、うん、だからこう人の記憶が作った、まあ、実像というのはできるじゃないですか、そう情報でしかない、まあ、人間の中の頭の中の脳がある種コンピューターみたいなのをモデリングすると、うん、そこに
他人の記憶をダウンロードしてまえば、コピペしてまえば、なんか、うん、その本人は、例えば前世がね、はい、誰々だみたいなね、ちょっと情報で思い込めるわけじゃないですか。そこはね、我々はほら、かつて、六本木で、前世とか見てもらったんじゃないですか。あの、ゲイの連絡者に。なんか、大石静香さんが立ち会ってもらってですね。でも、その大石先生がやったのは調べたらいたんですよ。ちゃんと大石先生のやつ、うん、あの、まあ日本のね、ああ大石先生の前世って何だったんですか。なんかあの西の方の西方、うん、なんか商人の、はい、まあ娘だったと、うんうん、で結構和尚もしっかりしててその時の話が、うん、でで割とエリアまでしっかりしたから調べたの、したらそこで行った兄弟とか家族構成も割とぴったりあった。あ、検証したの、うん、へえ、やるじゃないですか。まあでもね、前世って象徴じゃないですか、もう前世というのは、まあそこはどうこうというよりはその情報にリンクしているか、うんうん、そこの属性によっているかということなのかなという